かしいってそれ。ゆきちゃんやめやめ、もう目に悪いからやめ。怖い、何してんの。私もキャビレットを捨てます。だからお願いロミオ、せめて私の恋人だと誓って。なんとか飲み悩んでるので売れようとして本に出させて、うん、どうも、デニスです。デニスです。今日はめちゃくちゃ近いですよね、都内、はい、いつもやったら車で平気で3時間ぐらい今回やっぱ車移動なしですよ、うん、そうですよね、はい、電車移動、都内の世田谷ですね、はい、世田谷、はいはいはい、のここ、はいはい、なんだかわかります？ちなみに、もうなんかレンタルスペースみたいなことですかね。怪しさはあるありますね。真っ黒でしょ、うんうんうん、札みたいなのあるし、うん、確かに。ここはですね、はい、まあ、ある劇団さんの稽古場、うん、となっております。でちょっと舞台になってるんですね、ここがね。一段高いというかね、ここね、小上がりみたいになってますね。そう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 、はい、実は、はい、都内最強の心霊スポット、最も霊を見る確率が高いと思う。最強？いや、最強だと思う。ここマジで都内一番の心霊スポットだと思います。ここ千葉さんなんて、そんなもう50個ぐらいは行ってますよね、心霊スポット。まあ、言うても100は超えてると思う。そうですよね、心霊スポットですよね、全国ね、つつうらうら。で、1位。1位。なんで？マジで、なんでなんですか？いや、わかんないでしょ、この見た感じだと。はいはい、なので、はい、今日このスタジオというか稽古場の方にちょっと立ち会っていただいてますんで、はい、お話を聞いてみましょう。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。すいません、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません、ここの劇団の主将と、あとこの稽古場の管理責任者をやらせていただいております。はいはい、大久保です。よろしくお願いします。すいません、お願いします。デニスと申します。お願いします。すいません、心霊スポットってことなんですけど、はい、霊感じるってことですか？ここにいて何度も見てますね、私は。もうそれが当たり前になってるので、うん、怖いとか思わないんですよ。そんな出てくるんですか？はい、当たり前になるぐらい普通に見てます。霊普通に見るってどういう霊が出るんですか？そうですね、はい、僕がまず一番最初にですね、ちょっとお香の匂いというか、お線香みたいな匂いがするんですよ。だいたいそれが感じると、いろんなものが起きてくっていうことがだいたい流れなんですが、例えばよく一人でここでちょっと髪取らせていただく時とかあるんですけど、ちょうど今この照明にしてるんですが、まあ寝る時用にちょっとここでまたいじっていただくと超光沢あるんでわかるんですけど、そこのライトだけ今ちょっとさせていただきます。だいたい僕こんな感じで、わからないですけど出そうですね、雰囲気はね、やる時があるんですけど、ちょうどこれくらいの明かりの時に白い手だったりとか、そういうものがよくあっち側とか、本当にここで横になって真上からこう伸びてきたりとか、映画ですか？はい、あと本当に白い男の子がそこで体育座りしてるとか、あ、もう普通に出るってことですか？普通に見えます。今までそういうことでここで検証している人たちも大概白い手は見てますね。あ、マジっすか？はい、それは霊感があるんですか？僕は多少ぐらい、そうですね、あるくらいでしたけれども、他の劇団員の方たちも、はい、何人も見てます、ここで。それやっぱり手が多いってことですか？手もそうですし、はい、まあ声だったりとか、あとそこの奥がちょっとこう出はけのスペースで、あ、この奥ですか？はい、あ、はい、ちょっとこう、まあ、もともと押し入れになってたんですよ。はい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 、でここからこう出たりとかしてお芝居したりとかするときに、僕がここから出ようとしたときに一回肩掴まれて出れずに、出土地というかそういうタイミング合わずにすごい怒られたことがあって、女の子の声がよくしますね、ここは。ちょっとゆきちゃん、なんでなんですか？ちょっと待ってくださいよ。何個、ちょっと待ってください。ここ少年いて手があって、はい、こっちは女の子。まあね、今いろいろお聞きしましたよ。手が出る、はい、男の子がいる、うん、女の子がの声がする、はい、場所が引っ張られる、はい、まだまだあります。え、こんなもんじゃないんです。マジっすか？はい、
場所で言ったらこの右側、はい、鏡ありますよね、はい、鏡ありますね、鏡ありますよね、はい、それと窓、あ窓そっち側に窓がありますね、はい、後ろに。ちなみにですね、はい、こちらを紹介してくれた方、はい、住由紀子さんですとか、うん、あはいはいはい、紹介していただいたんですけど、はい、住さんもこちらでいろんなことがあって、はい、その鏡から出る水、うんうん、住さん体験してました。でももしかしてあんまり心霊 YouTuber の人とかは意外と来てないですかね。はここにはいらっしゃったことないです。 あマジっすか、はい、あじゃあ初潜入じゃないですかこれ。 YouTube に関しては初めてです。あるのではない、これやばいやばい、めっちゃすごいとこ来たわ。いや本当に見つけてしまいました、はい、我々。うわすげえ、超有料物件、デニスの怖い YouTube 最終章いやもう最終章ってことはどちらかが死ぬといやいやいやということで、はい、こちらの稽古場、はい、2人で1泊2日検証やっていきたいと思います、うん、では、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、暗いなぁ。あそこの千葉さんのカメラがあるからまだ明るい感じしたけど、こんなか一通りさ、ちょっと暗い方が起こりやすいし、12時回った今ゴールデンタイムやからちょっと入ってみる、うん、開けてみて、あ、それだって開けてみる、うん、開けて中見てみる、この中に入ってて、あ、もうほんまの物置やな。木刀があったりとか、ね、小道具があったり、小道具があるだけやんな、うん、あ、でもなんかすっげえゾワゾワする、気持ちが持ってかれてるな今日。え、ちょっと一回閉めてみて、この中、え、いや、この中で女の子がおったって言うから一回閉めてみてよって。ここ閉めんの、うん、なんで。え、だからなんか怒るかもしれんよ、閉めてみて。アディオス、うん、怖え。いや自分から言ったやん、何が、はあ、怖い。うわ怖え、すっげえ鳥肌立つ。なんか音したよな。ええ、何何何、どうしたどうしたどうした、どっちどっちどっち。いやもう声出へんかった今。どっちから落とした、こっちの上の方、どっちどっち、この辺、うん、あ、だからこのこれじゃないよな。え、これ開始5分やんな今、うん、ちゃうか、ラップ音、うん、はあ、なんでこんなゾウゾウするんやろここ、すごい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 、気持ち持ってかれてるな、だいぶ、すっげえゾウゾウする、すごいなこれ。よし、キヨちゃん漫才しとこうか。なんでな、お前毎回毎回漫才漫才漫才、いやこれおるって。巨人師匠でもそんな言わんぞ漫才漫才って。さっき言うてたみたいに楽しいことをしてるときに出てくる可能性が結構高いって言ってたから、ちょうどいいと思うのよ俺らのコンセプト的にも。だから一回漫才道場もあるし、ちょっとやっとこう。もういいよ毎回、なんやねん漫才道場って、誰が知ってんのよ。いや、やっぱ漫才道場、誰が知ってんのまず漫才道場。もういいよ毎回毎回、よっしゃ漫才だって。やっぱ今年の M1 勝負かけるしかないから。いや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 、これで多分映ってるかな、あ、時計まで映ってる、あ、結構いいわいいわ、アングルじゃないのよ、の僕もういいよ毎回。
なんかピリピリ言うてんな。なんだこれ、普通に振動か。おお、すげえ、なんでこすったような音してんな。上の階なんか引きずったみたいな音してるな。え、今の何？いや、分からん。ガーって、そう、ガーってめっちゃ言うたな。これチャンスやって、今絶対おるって。分からんけど、分からんけど、いや、ちょっとやめてや、おい、おい、あ、やめっちゃ音するな、すごない？めっちゃ音するな。一回脳を壊す。いや、あかんね、やめて。何言ってんの？ゆきおちゃん、ちょっと落ち着いていくじゃん。一回落ち着いて。脳を壊します。あかん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 、この照明で。おかしいって。いや、おかしいって、それ。ゆきおちゃん、やめやめ、ほんま目に悪いからやめ、やめやめやめ。こう、何してんの？そう、一回落ち着こう。そうそうそう、一回落ち着こう。すげえすげえすげえ。よし、ちょっと一回漫才しよう。相当霊力宿ると思う、これ。霊力宿ってどうなんの？漫才をして。正直そんな仕事増えてないぞ。え？心霊スポットで漫才して。でもやっぱ M1 で勝つためにはもう霊力宿す以外ないから。ネタを作ることじゃない？いや、そうそう、それはもちろんやりつつ、他の人とちょっとの差って何ってなったら霊力しかないんよ。ちょっとやってみる。じゃあ一回。どうも、デニスです。よろしくお願いします。お願いします。俺この間久々に初めてのお使いみたいやけど、はい、やっぱあれ感動するよな。あれは感動するよ。その時に出てたんがたかしくんって3歳の男の子や、うん、でこの子な、純粋で喋り方もめっちゃ可愛いから、うん、実際俺やった方が伝わると思うわ、うん、見といてもらっていい？あ、分かった。多分うるっとくると思うから。うるっと、まあ、うん、俺も年やからな。いってきまーす。お買い物、お買い物、あいた、転んじゃった、すりむいた。でも泣かない、僕もうすぐお兄ちゃんになるんだもん。のっけからうるっとくるやろ。いや、そんなことより恥ずかしくて見てられへんって。え？共感性周知がエグかったって。いや違う、俺感動伝えるためありのまま再現してるだけなんだよ、うん、ストーリー見てほしいの。ストーリーなんか何にも入ってこいんかった。え、お前な、のとこ俺頭おかしくなりそうになったもん。やめてよお前、俺真剣にやってんねんから。それ茶化すのよくないってわかるやろ。クリームチチューの元はどこかな。こっちかな。あ、こっちか。近いときついです、うん、こっちかもな。あ、危ない危ない、そっちの人も。あ、座ってる少年危ないよ、そっちの子。クリームチチューの元がどこかわからない。ふえ喘息でそうだ。坊や、なんで泣いてるの？あ、クリームシチューの材料がわかんないんだね。あ、じゃあお兄ちゃんが教えてあげるよ。見てれます、うん、皆さん休憩時間ですよ。激辛麻婆豆腐の豆腐の部分です。やっと見てれる。こう休憩タイムですね。材料揃ったんだからもうなくなって。もう分かった、行くよ。いないいない。見てられへんかった。いやー、共感性周知の化け物だ。やめてくれ。ゆきちゃん感動した？全然もうええわ。どうもありがとうございました。これは何の光ったり光らなかったり、ここがずっと光ったり光らなかったりしてるの何なの？これは傷やんな。映らへんな、これでもな。ここだけ滴ってるような、なんか水濡れてるのかなと思ったら今な、ここな、ここだけ多分カメラじゃ映りきらんけど。あ、外国人。おびきちゃん、もうええって。余裕やんや、今日じゃ明るくしていこうと思ったんだけど。
や、あの今漫才とかやったんはちゃんと芸を見せてるやん、はい、鏡見ては外国人っていうのがふざ思った音した。この定期的に聞こえる擦れるようなラップ音なんなんやろうな。あれちょっと待ってよ。あ、あった。うん、あっ、うん、やー、ちょっと待って、ちょっと、え、ドラムの音したよ今。は、どこ、あれちょっと待ってよ。あ、あった。うん、あっ、うん、やー、ちょっと待って、ちょっと、え、ドラムの音したよ今。シンバルみたいな音してるな。ジャーンみたいな。え、何笑ってんの。おい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 、え、え、え、あ、これ今日見れるかも。だからやっぱさ、いけちゃん、もしかしたら俺らの漫才よりも普段皆さんがやってるような演劇の方が近いんかもしれん、霊が出る状況に。それで、だからちょっとやってみよう演劇。俺持ってきたから、これ、はい、ゼックです。何を言ってんの。これ台本、これロミオとジュリエットやから。何をおっしゃられてるんですか。いつもあの代表の方は演技とかを稽古してるときに霊が出やすいって言ってんのよ。つまり今劇をやったら霊が出やすい。え、で真夜中に、うん、ロミオとジュリエット、うん、ちょっとベタやけど復活編って書いてあるけど、うん、を、うん、2人でやろうって言ってますよね。そう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 。狂った人なんですか。だからちょっと準備するから、まあ言うたらざっくりやっぱりその、そう、いけじゃん、あ、もう、うん、あれやで、ほんまに演技やる気持ちでやってや、じゃないとふざけてるように見えてまうから、真剣にやらんとマジで失礼やし、ほんまに心霊好きな人にとってもよくないから、その、あ、ふざけてやってんねやみたいな、あ、霊とか見る気ないんやってなるから、演技をするわけ。え、な、何をしてんの。え、だから衣装、形上やるんじゃなくて衣装もちゃんと OK。 ゆきちゃん、お前何笑ってんの。何、ゆきちゃん、ジュリエット、なんでな。ちゃちゃちゃ、ノブ君、ノブ君、本当に言うけど、うん、これ心霊 YouTube なのよ、うん、え、なんで心霊チャンネルだ、あ、デニスの怖い YouTube ちょっと見てみようかな、都内ナンバーワン心霊スポット、興味あるな、うん、そうやな、都内でしかも YouTube でまだ出てないようなとこやからな、すげえ引きあると思うよ、うん、よっしゃ、すげえラップ音とかめっちゃ聞こえてる、何か起きるかもっていうところで、うん、広告入った後とかに、うん、ロミオとジュリエットやってたらどう思う。あ、本気なんやな。何をするの。ゆきおちゃんはジュリエット、それ
かぶって。うん、そう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 。うん。え、これで、うん、悪霊が俺側にもしかついたら、うん、マジのとばっちりよ。ゆきおちゃんジュリエットで、ちょっとやってみよう。むちゃくちゃあるやないか、これは。え？あ、そう、それ8ページかな、8ページの「おおロミオ、なぜあなたはロミオなの？ロミオ、名前を捨ててください」っていうところ、うん、これちょっとやってみよう。よし、いくよ。はい、じゃあ用意。はい、ロミオ、なぜロミオ、なぜロミオ、なぜあなたはロミオなの？なんで笑ってんの？ゆきおちゃん、あの代表の人も真剣に稽古してるから子供の霊が出てきたと思うのよ。その半笑いで何してんねんみたいなんでやってたら出てくることはないと思う。何で怒られてんねん俺。いくよ、よーい、はい。ロミオ、なぜロミオ、なぜロミオ、なぜあなたはロミオなの？ロミオ、名前を捨ててください。私もキャビレットを捨てます。だからお願いロミオ、せめて私の恋人だと誓って。モンターギュって何？長ない？長ない？俺のセリフ。いや、ヘラヘラしたらあかんって。え、長ない？いや、ヘラヘラするのちゃうやんなあ。え、長ない。それやったら結局ふざけてるんですねってことになるよ。今よかったんよ、ゆきおちゃん感情入ってたし。お、え、鈴の音した。しかもめっちゃここら辺でな、ちょっとした。ちょっと待ってくれ、すごいぞ。なんか、なんていうの、ゆきおちゃん、ゆきおちゃん、これカメラで伝えるむずいけど、この途中の空間から落としたよな。うん、超お、おお、やばいやばいやばい。今よかったんよ、ゆきおちゃん感情入ってたし。お、え、これカメラで伝えるむずいけど、この途中の空間から落としたよな。うん、超お、おお、やばいやばいやばい。はっきり落としてる。どうしようのぶこ。あ、出るかもよ。これ出るかもよ、マジで。え、どうしよう。めっちゃ近くから落としてる。え、これ部屋ずっと内じゃないの？確実に。いや、外じゃない。絶対外じゃない今の。おーおーおお。何？ライト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 。何？ライト消えた。おーおーおお。何？ライト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 。何？ライト消えた。え、この電気だってさ、ほらマックスやもん、ここ。ここいじらんの動かへんから、絶対に。あのライト、嘘みたい、嘘みたいな現象起きてる。あ、めっちゃ線香の匂いする。匂ってみ、わからん、うん、あ、する。え、ちょっとマジ、ちょっと一回、あ、これ南部くん、南部くん、一回千葉さん連絡しよう。大丈夫、モニタリングしてくれてるはずやから。あ、めっちゃお線香の匂いする、匂いする。これ来るかも。ありがとうございます、目に吸っています。ゆきおちゃん、じゃあ俺のシーンやろうか。殺そうか。もう一回だけやってみようか、芝居。もっとすごいこと起きるかもしれない。今トリガーになってるから。何笑ってんの？お前じゃ、笑うわ。今だから俺らの芝居がトリガーになってるんやって。
っかけ。そう、こう、こう、こ、怖いな。いや、じゃない、怖いし、お前これ俺つけてたらちょけてる方で俺が取りつかれんちゃうんか、バカだれ。いや、本気でやってるってなるよ、それつけたら。なんとか、お前、ええ加減にしせよ。これ持って、これでさ、うん、コメントとか、うん、見させていただいたときに、ゆきおちゃん、のぶきんに厳しすぎるみたいなツイッターでコメントするけど、俺、厳しくない方よ。こんなもん、こんなんしてんねんから。で、ゆきおちゃん、のぶくんに厳しいですね。何が厳しいの？言わなわからないやつだよ。おぉ！しっしっしっ、いや、じゃあ、押しで。何が厳しいの？言わなわからないやつだよ。おぉ！しっしっしっ、いや、じゃあ、押しで。今、外のドアかトイレのドアかどっちかやな。すごいな、ここ。トイレのドアな感じもしたな、今。これは震えるな。何？だから。あえて考えるとしたならば、まあありえへんけど、酔っ払ってこの前歩いててドンとぶつかったか。一つ言っていい、うん、これトリガーになってるかもしれんぞ。え、ティアラが？これつけたら変なこと。確かに今だって芝居してないもんな。まだな、ユキオちゃんのティアラ姿がトリガーになってる。ちょっと待ってよ。ごめん、ちょっと待ってよ。今めちゃくちゃ耳鳴りしてきた。あ、すげえすげえすげえ。ちょっとこれはデニスには激しすぎるレベルが。何なん千葉マジで、あいつ。マリオで言うと1の3ぐらい用意しろと思ってんねん。確かに確かに。あいつ、これ何？ラスボス、クッパ城やろ。クッパ城や。ありがとうございます。我々はあの芸人で、なんとか、飲み悩んでるので売れようとして、うん、本に来させて。あっ！おっ！あっ！よし、ゆきちゃん、大丈夫、ゆきちゃん。落ち着いて。落ち着いて、ゆきちゃん。え、今窓じゃないよな。外？おお、びっくりした。あ、ちょっとだ。びっくりした。ちょっと。お手伝いです。どうしたの？いや、今とにかくいろんなことがすごいテンポで起きてて、で明らかに物がスーパーノックです。ちょっと見てよ。あ、そうですね。はい。そうですね。今窓を見ますじゃないと。いや、ありえへんって、これ空中やもん。空中っすもん。ねえ、そうなんすよ。スーパーレンダー。行こか。腰痛めてから初めて走った。いや、なんもない、なんもない。目玉もないけど。無理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 。わかるかな、下までの距離がすごくある。下、まあ下の物件の屋根なんですけど、ここはもう絶対登られへん。これ無理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 。あ、絶対無理だ、絶対に無理。これは、うん、これすごいですね。はい、いや、ちょっと千葉さん、ちょっと千葉さん。あ、もう来たわ。おい、来た。来た。きっしょ。のぶくん、今言うべきじゃないことを言ってもいいかな。うん、
え、何？帰ろう。それはあかんて。マジで。リアルにリアルに。あ、定点残しの？うん。いや、それはここやっぱり俺らテレビ出てた、まあ、ゆきおちゃん特にやけど出てた時期あるやん。あん時に足らんかったもんって勇気なのよ。見せようよ、本気で売れたいんだってところを。もう一回芝居してみよう。なんでそうなる。よーい、なんで笑ってんの？マジの演技やから。OK。一回ほんまに切り替えて。おお！おお！ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。マジの演技やから。OK。一回ほんまに切り替えて。おお！おお！ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なんだ今の音。ほらやっぱ演技だ、ゆきおちゃん。演技だって。演技か、ゆきおちゃんのティアラがトリガーになってる。なんか落としたよな今。あれ、腰抜けたの。なんだ？え？え、誰かおるよな。え？は？え、誰かおるよな、これ。お、びっくりした。お疲れ様です。お疲れ様です。お、びっくりした。今さすがにそうっすよね、入ってきたっすよね。ちょっと差し入れを。あ、差し入れありがとうございます。お持ちしました。ちなみに今のところはいどうですか。え、何をしてた。え、どういう状況。もう長く説明して。平たく言えば、はい、ロミオとジュリエットです。え、ロミオとジュリエット。千代さん、本当に千代の富士以来ですけど体力の限界。いや、いや、ほんますごいっすよ。いや、もうそれだから、そんな2人でもちょっと差し入れを。これ、え、なんすか。映像です。ほう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 。これ2人にちょっと見てもらおうと思って。はい、ちょっとセッティングしましょうか。あ、はい、お願いします。流してるね、はい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 、はい、で一人で ここでこの場所で見てると。ろうそく一本立てて。うわ、すげえなこの人も。くたびれた。ああ、ラッポンだ。ねえ、何。さっきからパチパチなってます。東京もどうなってるかわからない。今顔モザイクかけてますけど、うんうんうん、この後やめられたと。使い残しのフィルムと一緒にやったんですよ。二元像が生フィルムとかやってたんで、分からなくて恥を使えねえよな。じゃあ、明日。お疲れ様でした。チェキ本店戻りました。俺ら、まあ、大阪にはセーターというようにしてました。大阪にはなれねえかな。上ですか。お疲れ様でした。いました今。え、手。お、本店通りに撮ってるようには手やん。
顔の後ろ。え、思っきり手、思っきり手やな。はぁ、え、動いてる動いてる、足足足足、え、人やん、もう普通に歩いてるよ、人おんねん、ずっと、え、人いないんですよね、もちろん、いない、人い、はあ、嘘でしょ、あ、確かに上半身映ってないか。あ、落としました。わ、俺今聞いてなかった。あ、めっちゃって、うん、ちょっと一回ですか、すみません、一回止めますね。どうしました。いや、もう音はもう鳴りまくってますよ。あなた知らないの、ここはもうめっちゃ、めっちゃみたいな音がした。あ、人のため息みたいな。あ、めっちゃ鳥肌立った今。うわ、もうこんなん見てる間に起きてるやん。ごめん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 、とりあえず、いや、ごめんって言って戻る先も嫌なんですよ。邪魔してごめんみたいに言ってますけど、あと映像見終わってから言おうと思ったんですけど、あの、なんかこの人のはギーギーって床踏み鳴らそうじゃないですか、うん、こう、うん、引っ張ってる系の音が、でもね、上の天井なんですよ。え、だから上の階が何なのかってすげえ気になってて。上はね、ライブハウスらしいですよ。じゃ今の時間やってないですよね。で、あのコロナで今休業中。じゃあやばいわ。上き引きずろうとしたよな。ずっとしてますよ。だからお互いバーとかで、そう飲み屋なんか椅子を引きずってるっていうのを、まあ人がおるんかなって。ライブハウスだって。休業っすか。休業中。ああダメだそりゃ。いやいや、ネズミとかでも絶対ないよな。そう、引きずってる系の音すもうがっつりズズズズズズって。なんか本当にここは絶、まあ、これはちゃうよねってなる、ね、でもさすがにこれぐらいはもういいのですね、うん、僕ら。いや、俺さっきもすぐこの辺で、うん、ってこれありえない空中系ですよね。鈴とかもな、鈴もそう、鈴でちょっとピンときたの。何すか、もう一個ちょっと映像見てもいいですか。まだあるのか。これはいろいろ変なこと起こるからっていうことで、うん、3日間夜定点置いたんです。あ、なるほどなるほど。あの右の上、ゆらゆら揺れてるやつの右上の、ああ、あれ手やん、今のやんな多分。右上見てて、うん、見えた。あ、これ確かに白い手っていう感じする。こういう感じなんだ。思っきりやん、なんか分からんけど手やんって言った。そうやな、すごいっすね、量は。あれ、これです、同じ、マジ？あ、ダメだ。この音？え？これ。これ？これです。同じ音。まあ、VTR は以上。これやな。ちょっとピンときたのよ。その鈴の音。そうか。今よかったよ、ゆきおちゃん。感情入ってたし。お、え？鈴の音した。これカメラで伝えるむずいけど、この途中の空間から落としたよな。うん、超お、おぼ、やばいやばいやばい、はっきり落としてる。鈴の音はって言われた時にあれ、もしかしてとは思った。え、めっちゃこの鈴ですよ。いや、これ映っちゃうかもしれないですね。まあ、ということでこんな写真でした。この映像を見ていただいたので、
この後ちょっとやっていきたいなと思うんですけど、一人検証。うわ、出た悪魔、おいおい、悪魔。一人1時間ずつ。いや、お前バカちゃん。俺4回行く、今度一人検証しません。普通に男の人の声聞こえてんけど。